久遠の昔、世界に四つの希望が現れた。人は希望へと集い、四つのペリシティリウムを築く。ペリシティリウム、それは人々の信仰と秩序、そして歩むべき四つの道。一つはスザク、心をかける炎の翼。一つは白虎、地を抱きし鋼の貝の。一つは僧侶、空を渡る汚れなき瞳。一つは玄武、刃を秘める堅牢な盾。そして九と九が九を迎える時、根源なる意志、世界にフィニスを与え、世界の名はオリエンス。それは螺旋の内をめぐるアギと待つ世界。黒き暗黒の時代を切り開き、我らは希望の道を歩み出さんとしている。時は来た。さあ、新たな時代の幕開けだ。ペリシティリウム白虎を擁するミリテス公国は、隣国であるスザク領ルブルムへの侵攻を開始する。宣戦布告と同時に国境付近へ集結していた公国軍はルブルム各地に進軍を開始。同時刻、別動隊によるペリシティリウムスザクへの奇襲を敢行。その部隊には武士が含まれていた。武士を用いた国土侵略行為、これはオリエンス4カ国が定めたパクスコーデックに対する重大な規約違反であった。魔導アーマーを主戦力とする公国軍に対し、ペリシティリウムスザクは魔法をもってこれに応戦。その魔法によって呼び出される召喚獣の圧倒的な力は戦艦をも凌駕し、公国軍の奇襲は失敗するかに見えた。しかし白虎ルシ・クンミ率いる特殊部隊がスザクの攻撃をかいくぐり、新兵器クリスタルジャマーを発動。スザククリスタルの完全な無効化に成功する。魔力の源を断たれたスザク軍は戦力の大半を失い、なすすべもなく制圧されていった。公国元帥シド・オールスタインはスザク174代院長カリア・シバル6世に対し、スザク全軍の武装解除およびクリスタルの引き渡しを要求。クリスタルの加護を失った帰国に選択の余地はない。猶予は6時間。要求が飲まれる場合、我が軍の殲滅作戦により多くの血が流れ、スザクはその名のごとく赤く染まるだろう。彼らにクリスタルの加護あり。
九と九が九を迎えし時、四季なる底脈動せし、そして始まりの風が切れし時、イカズチのごとき小雨が響かん。我ら来たれに。彼らは自らの運命を自分たちで決めた。そう、死ぬことを恐れずに、死に直面する恐怖を知らずに。みんな、大丈夫か？赤いマントの若い兵を見なかったか？見てない。あんたは？俺も。いたぞ！殺せ！エースにこれを。僕はここだ。
イーサマ。もう無理ですね。分かってる。来てくれてありがとうな。チチリ、少し休もう。お前の名前やっぱり変だよ。マキナの名付けは分かんないな。俺もお前も死ぬのかな、マキナ。元気でな。レム、もう一度会いたいな。一緒でよかった。やだ、怖い。やだ、死にたくない。
こちらクラスゼロ。コムは無事届いたようだな。名を失いし戦士に感謝をしよう。私が指揮官を務めるクラサメだ。諸君はこれよりスザククリスタルを封じている。広告のジャマーを捜索、破壊してほしい。了解した。クリスタルの加護あれ。出口を封鎖しろ。ここは頼んだ。俺の番だぜ。魔法の魔力を貯めているなんて。逃げたのか。何だったのでしょう。
先ほどの報告にあった部隊を発見。総統に要する。早く配置につけ。これより降下します。クイーンです。どうしました？通信のテスト。くだらないことで連絡をしないでください。くだらないって。そちらはどうですか？予定通り作戦を開始した。こちらもです。シンクのところは？はいはい、こっちも予定通り進行中。エイトは交戦中で忙しい。全員予定通りということだな。王国軍の今日ついた奪還作戦は朱雀軍の有利に運ぶかに思われた。しかし作戦開始から3時間、飛空艇部隊による突入作戦は実戦経験の不足や王国軍の迎撃により多くの部隊が目標に到達できず、作戦は困難を極めた。また陸上部隊も最大の武器である魔法が封じられたことで、その力を活かせないまま損害を重ねてゆき、未だ魔導員に取り付けてはいなかった。クラスゼロ、聞こえるか？こちら諜報部、朱雀を包んでいるジャマーの一部を発見した。飛空艇発着所にいる白虎機関の内部だ。案内するから向かってくれ。Oh.